西洋用漢木は、連幅草かがまず未属の落葉低木。別名用紙漢木。ヨーロッパに広く分布し、花や実を干渉するために、庭木として栽培されるほか、ウクライナやロシアでは、文化的にも重要な樹木である。ドイツの植物学者、ペーター・エッサーによる、図版樹高は2から5メートル。樹皮は、淡灰色で、薄く割れ目は少ない。葉は、 長さ5から10センチメートルで3列し、裏面には難毛があり、秋には紅葉する。傭兵には密線を持つ。夏季は5月から6月で、計6から10センチメートルの果樹の中心部に多数の小さな両生花をつけ、周辺部に白い装飾毛が咲く。果敢は5列。果実は、角化で10月に熟し、透明感のある赤色が美しい。イギリスから、 ヨーロッパ大陸に広く分布し、北アフリカ、西アジアまで。初夏には白い花を、秋から冬にかけては赤い実を楽しむことができ、観賞用樹木として庭木などに用いられる。果実は苦味が強く、生殖するには適さないが、晩秋から冬にかけて寒気にさらされた実はやや、甘味成分が増す。ロシアではその季節を待って収穫し、ドライフルーツにして、 冬の蓄えとする、ウォッカに漬け込んで、果実酒にする、ジャムジュース、砂糖漬けなどに加工する、などの方法で食される。加熱すると苦味が和らぎ、甘く味付けしたカーシャやピエロギの具にも用いる。種商名のアプヤラスは、寒木のラテン語名。本種は、バイバーノムアプヤラスの基準変種であるが、日本には自然分布しない。 そのため、和名では日本にも分布する変種の部位、アップヤラスバリエーション、サーゲンティに、漢木の和名が与えられ、本種の方が、西洋漢木、洋種漢木と称される形となっている。汎用的に寒気の字を当てるが、その由来は薬用に用いたためとも言われるものの、十分に明らかではない。英語では、クランベリーブッシュと呼ぶが、 北アメリカ大陸には近縁種のアメリカ,カンボ木が分布するため、アメリカ合衆国では特に本種を指して、ヨーロピアンクランベリーブッシュとも呼ぶ。他にゲルダーローズ、白い花からホイッテンツリーとも。変種の西洋テマリカンボ木は、丸い塊になって咲く、装飾下を雪玉に見立てて、スノーボールツリーとも称される。西洋テマリカンボ木は、 雪玉に例えられる白く丸い装飾毛を咲かせる。西洋寒木の枝を掲げる女神ベレヒニア像。キエフ、独立広場。2010年発行のニフリブニャ記念金貨。ウクライナの大国章の2007年案。下部に小麦の穂と共にガマズミの実が描かれている。本種はヨーロッパに広く自生する樹木であるが、特にウクライナにおいて本種を指すは、 民族の象徴として重要視される植物である。ウクライナ語のは、ガマズミ族を指すほか、諸女性、白血という意味にも用いられる。例えば、キエフ市街中心部にある独立広場に、2001年に独立10周年を祝って建立された、高さ52メートルの円柱状の独立記念碑の頂上には、西洋漢木の枝を掲げた12メートルの女神、 ベレヒニアの像が設置されている。記念硬貨や記念切手にも西洋漢木の宮ハが描かれたものが存在する。ウクライナの国章にも西洋漢木を取り入れようとする試みがある。ウクライナ憲法第20条にはオ,ークニアキラオグ明、小国ラを法により定めることが明記されている。そのうち小国ラは青字の盾に10から11世紀のキエフ大公である。 成功ボロディーミル一世の紋章である黄金の三叉劇、トルイーズ部を描いたデザインが1992年に定められたが、オークニアキラは未だに制定されていない。提案されている大国章の案は、オグニアキラを、両脇から、ハールイチボルイーニ対抗国の紋章であるライオンと、マスケット銃を持つコサックが支え、頂上には11世紀のキエフ大公、健康、 ヤロスラウ一世の王冠をいただき、二名のサポーターの下には、ウクライナの空の青さと小麦の恵みを表す国旗のリボンと台座として、小麦の穂とがガマズミの実が配されている。この大国昭案は、1996年と2007年の大きく二度議会に提案されたが、いずれも制定に至らなかった。作曲家スティパン・ニコラー・エービチ・チャルネツキが、 第一次世界大戦に際して、ウクライナの民謡に1914年に新たな歌詞を付して生まれた愛国家税も知られている。以下に一番の歌詞のみを紹介する。また、は、チェルノブイリ原子力発電所事故の影響を受けた、避難民の子供たちで構成された民族音楽団の名称でもある。メディアを再生するアコーディオンによるカリンカの演奏のビデオクリップ。ロシア語でも、 西洋漢木に代表されるガマズミ族を総称して、と呼ぶ。若い未婚の女性の象徴であり、白い花は乙女の清らかな愛を、赤い実は女性としての成熟と情熱的な愛を、そして実の苦さは片思いや結婚後に待ち受ける人生の深苦を表すとされる。未熟なガマズミ、ガマズミが揺れる、ガマズミの枝を折るなどの慣用表現もある。ロシアの作曲家、 イワン・ペトロービチラ・ラリオーノフの作詞、作曲による1860年の愛称歌、カリンカは、美しい娘を赤くみずみずしいがまずみの目に例えた、恋歌であり、日本でもソビエト連邦発のコンピュータゲーム、テトリスの BGM に採用された影響などから、ロシア内しソ連の楽曲としてよく知られたものの一つで、ある。また、ロシア民謡に頻繁に登場するリフレイン、には、 娘が年頃になる、愛に目覚める、純潔を失う、軽率な行動といった意味合いがある。ありがとうございます。